はい、皆さんこんにちは、ワネルグルージです。では今回は三国志14、続きやっていきたいと思います。少しね、時間が空いてしまった理由があるんですけども、ちょっとタイの方に遊びに行ってまして、収録機材持って行っていなかったので、ちょっとその間ね、三国志14出たばっかりなんですが、早速プレイが滞ってしまっていたので、ちょっと続きをお楽しみにさせていただいていた方には本当に申し訳ないんですが、まあ、今日からね、私しっかり三国志14プレイしていきたいと思いますので、皆さんの応援よろしくお願いいたします。で、早々でプレイしていて、まあ、早速ですね、古老館から出撃してきた、猪突持ちの呂布と一戦交えて、これをなんとか退けたんですが、その後海遊の部隊が現れているというところで、まあ、これもまた苦戦しそうな予感がしています。これをしっかり退けてですね、早々の支配地域領域を広げていきたいなというふうに思っています。で、部隊数でいうとですね、海遊の部隊が9500ですね。で、海遊も猪突持ちか、あんまり近寄りたくないよな。となると弓矢倉、ここで敵を一旦引きつけましょう。なので、部隊を移動させていきます。承知、呼んだか。わかった。どうした。で、もう曹操に関しては軍の数でいうと800しかいないので、曹仁の部隊が要になりそうかな。心得た。なんとか弓矢で敵を引きつけておいて、その隙になんとかね、敵の後ろに回り込んで。補給線を立って撃破していくという戦略かな。はい、では決済から進めていきます。提案なんかあるかな。金がほぼないから何もできないと言っていいな。残念だけど金がなさすぎる。金がないと何もできないのは現実世界もゲームの世界も同じですね。うわ、ちょっと待ってくれ。いきなり危ない危ない。猪突持ちのさ、こんなやつを戦闘なんかしてられないからな。攻め立てろ。いや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 、厳しい戦いが始まったぞ、これは。聞いてください。うん、聞くよ。むしろ聞いてほしいぐらいだからね。さて、どうしようかな。まあ、とりあえず、今の流れだとかなり厳しい戦いにはなるんで、どうした。まずは花崗岩をこういう形で動かしましょう。これで敵の呼んだか。いやー、ちょっと待ってくれ。弓矢倉のさところまで敵をなんとか引きつけたいよね。心得た。なんだ。うむ、いや、本当に強力だな。花崗岩が敵の補給線を立てるかどうかにかかってますね、すべてが。では、提案から行っていきます。確認ですね。即時実行。で、他は？やっておきたいことがあればある。下流隊の足止めは別に必要ないからな。敵の士気を下げる。これありだよね。混乱させる手立てがある。マジか。これはぜひともお願いしたい。成功率 45%。 さらに敵の士気も下げる。こういうところで金を使うから全然金が残らないんだよね。まあでもこれはしょうがないですね。今敵の侵攻を受けている、まさにその真っ只中にあるので、あだこだ言ってる暇はないですからね。他何かできることあるかな。いやー、今は下流隊をいかに退けるかだな。もう一度おさらいしますが、花崗岩で敵の補給線を立って、その間に曹仁が敵の下流隊を引きつける。で、曹操の部隊と合体して連携戦法を発動して一気に敵を打ち払うという感じかな。うまくいくと祈りましょう。
上々だ。こんなもんだ。失敗したか。こんなもん成功してくれればね、だいぶ流れも変わったのかなと思うんですけど、まあ呂布が出てきてる、呂布が出てきてるよ。そして加藤園がやられた。聞いてください。いや本当に厳しい戦いだな。金を失ったしね。余裕こいてる場合じゃないぞ。たやすいことだ。どうした、やろう。リミヤグラの中に敵を引きつけたいからな。どうした、金がないので時間進んでしょう。お、混乱させた。待ってくれ、ちょっとまずいことが起きてる。董卓軍がやってきちゃってんじゃねえか。マジかこれ。いやー困ったな。下流隊をなんとか退けたものの董卓がやってきてるからな。董卓はいた。一応猪突は持ってないから、うまくすれば利益は可能か。くそー、着々と董卓軍に攻められてるな。報告いたします。これは董卓の前にかなり厳しい戦いを強いられている状態がどうなるかですね。まあ一旦曹は言っても曹操がやられるわけにはいかないので、曹操は入場させる。でその中でもそうだな、曹仁の部隊は弓矢倉をバックになんとか持ちこたえましょう。頼むぞ。で董卓が去ってくれることを祈るしかないからね。呂布も来てるし、曹操は結局怪物か。董卓の部隊があそこで報告いたします。町を決め込んでいる間に出陣する。そうそうだぞ。怪我はしてないな。加工園がちょっと怪我を打っちゃってますね。軽傷ですが。そしたら、そうそう出す。魚鱗の陣。どうしようかな。荒野の陣か、魚鱗の陣か。荒野の陣でいこう。機動力の高さは重要ですからね。定数は、まあ3400、3300かな。1000は残しておきたいよね、陳留に。本当はね、敵の後輩を突きたいんですけど、ここまで進軍した場合に董卓の動きが読めないので、あんまり前に出たくないっていうことを考えると、ちょっとここは横っ腹を攻めましょう。この曹操の命に従え。で決裁だな。提案。さてどうする。破壊工作、敵の部隊式、いやーどれも厳しいな。そしたら一度探索しておこう。陳留に何かいるって言ってたからね。向かおう。他人材系でできることあればやっておきたいけど、武将の手を。まあ、ここは誰もいないかな。味方になってくれるような罹患の刑とか何もやってないですからね。命令書ばっかり余っちゃってるけど。とりあえず董卓軍を退けないと安心にならないからな。董卓が
寄ってくるか、寄ってくるね。しかも陳龍にやってくる。マジか、終わるぞこれは。いやー、宗神が海雄に勝てる気がしない。奇跡でも起こってくれない限り、宗神が相手になってやるぞ。いや、トータグ軍さ、海雄と呂布2人だけでも圧倒的な強さだからな。頼む。いや、一方的にやられてるじゃないか。おお、勝ってくれたか。そうは言っても、いや、曹操が壊滅したか。いや、厳しい戦いだね。なんか満を持して始めました、続きをやりますみたいな感じで言ったんですけど、これはこの回で終わるかもしれない。陳龍を落とされたらもう終わるからな。だいぶ敵の攻撃力が来た。読んだか。いやー、読みもしたよ。任せろ。どうする、陳龍の1369。まず同盟を結んでどうにか、ここを逃げ切る。金銭はは、炎術と同盟を結んでどうにかなるのかって話だな。すぐにでも炎術軍が助けに来てくれるということであれば話は別だけどね。まあ呂布が出てるしな。なんといっても東卓軍1万5000でしょ、海雄もまだ3000、さらに西に目を向けると呂布軍が陣に7500。いや、恐ろしい。なんか呂布が動き出してるぞ。厳しいか、また一騎打ちかよ。今度は負けそうな気がするな。お、ただそうか、海雄はさっきの一騎打ちで敵図を追ってますからね。宗神が相手になってやるぞ。この海雄に挑もうとは愚かな。海雄を打ち捨てよ。OK だ。一取ってほしいよな、むしろこれね。よし、海遊隊を撃破した。これで東卓の後ろをついて、まずは補給線を立ちましょう。さあ、炎術だ。よし、同盟が成り立ちましたね。早速出兵をしてもらおう。ちょっと怖いのが呂布の動きだよね。ここで呂布がもう陳龍にやってきたら終わりですね。終わり。なんだ、分かった。で、その上で、いや、攻撃要請してほしいけど大将軍以上の力がないとできないと言われてるわけだな。となると今我々にできることは何もない。お金が73じゃ何もできないもんな。兵糧の売却、陳龍の兵力も減ってるしな。東卓軍をなんとか退けないといけないな。呂布が近寄ってきたらかなり厳しいと思った方がいいですね。が
もうすべての敵の攻撃に、ちょい、呂布よ、来ないでくれ。今呂布が来たら本当に終わるぞ。ちょっと待ってくれ。積んだか、これはさすがに積んだか。ご確認ください。いやー、つえーわ。一旦退却しましょう。わかった。陳竜に1450しか残ってないからな。無謀だったのか、東卓軍と一戦交えようというのは。てか他のさ、連合の連中は何やってんだよって言いたいよね。まあ演術しかり、演術しかり、あと最後の最後、その一手まで諦めずに。そうだな、呂布の勢いを削ぐとかそういうのはどうでもいいので、混乱させよう。さらに混乱系がないと厳しいよな。呂布がどう動くかだよね。陳竜に呂布がやってきたら終わりだから。成功だ。とりあえず呂布は混乱させたから。寄ってくるね。とはいえ大丈夫だ。呂布がこのまま消え去ってくれれば、あるいは持ちこたえられるかもしれない。いや、これあれだったね。せめて近くに弓矢倉立てるべきだったな。もうちょっと近くにね。今陳竜に1600でしょ、右兵が。これではどうにも動きようがないので、とはいえ金もないのかな。まあ呂布が気ままに動いて去ってくれればよしという感じかな。逆に呂布がやってくると厳しいかなって感じですね。やってきましたね。うわ、陳竜が落とされる。これは本当に、遊戯義軍を出す余裕もないからね。戦争力しかないんで。いや、誰だよくたばれって。呂布か。あ、落とされるな。無念。マジか。ちょっともう一回トライさせてもらっていいですかね。ロードして何がいけなかったかっていう反省をちょっとしっかりして、これはここからもう一発逆転を狙いましょう。まずは何と言っても早々に下遊隊を撃破しなきゃいけなかったんですね。さっきのパターンだとやっぱり弓矢倉まで敵をしっかりと引きつける必要があったわけなので、急いで撤退しましょう。任せろ。おう。で、曹操はもうこの時点で完全にカスなので退却させる。うむ。どうした。わかった。違う。退却よ退却。なんで。入場でいい。入場させよ。たやすいことだ。で。何もできないのでこれでターンを進める。どうしても宗純は格欲の陣で足が遅いからね。いや、関羽は強いよ、実際強い。聞いてください。金が入ったのでこれで下流隊を混乱させることができれば、あるいは
一発逆転あるかな。どうした心得た。どうした。承知。なんだ。で、決済でいいものがあればだね。下流体をどうにかしたいからな。足止め、士気低下。まずは足止めだな。さらに士気も下げる。で、足止めの失敗が終わったらだって。造作もない。過去への壊滅か。しょうがない。この弓矢倉でしっかり敵を迎え撃つ。で、金はどうなってる。金、聞いてください。金だ。金がないな。兵糧を売っ払うことも視野に入れよう。決済、兵糧を売っ払う。金の挑発。いや、これは金の挑発をするしかない。もう治安が悪くなろうがな、何が起きようが、もう今できることはそれしかないからね。で、経歴、どうする。いや、ここはやっぱり同盟だな。炎術と同盟を見つける。で、炎術がしっかり我々の味方になってくれるというところを狙い込んでしょう。で、他トータクと接しているところで、どうだろう。艦中。うまくすれば、出兵してくれる可能性はあるからね。ふわ。ふわ。ふわじゃどう、ふわではどうにもならないな、さすがに。しょうがないな。となると、やっぱり単独旅夫が出てるな。旅夫に近づくのは危険極まりないから、もう一ターンだけ粘る。んで、その後、人類に戻りましょう。東卓軍が来る。17,000。ここの動きだな。よし、この一騎打ちで、下流軍をうまく、さっきみたいに撃破できればいいけどね。さっきはウンフィーノスが強かったから。総人がこの下流に挑もうとは愚かな。ルハ、そうなるよな。相手は悪かったな。さっきは奇跡の勝利だからね。弓矢倉が壊滅した今となっては、もう宗人をここに留め置く必要はないので、なんとしても宗人を撤退させましょう。よし、これでまず炎術と同盟するターンを早めることができた。ただ弓矢倉が撃破されたので、ここはもう宗人を撤退させましょう。ご確認ください。お、うまく撤退できれば。よし、金がないので時間を進めます。ダメか、宗人が戻ってこれない上に呂布が上から来るか。壊滅させられるな。もうこの下流と宗人の一騎打ちさ、見てらんないわ。この下流に挑もうとは愚かな。宗人が相手になった。我が子の前に敵はない。そう思うよ。同情戦だな。ただ陳留に5000の兵がいるので、前回とは違う。報告いたします。何か打つ手はないかと。
ということですね。ここは混乱させてやろう。さてどうする？ここは金を貯めて混乱が来るまで待とう。海遊隊が去ってってくれれば呂布だけだからね、相手にしなきゃいけない。呂布だけであれば何とか命をつなぎ止められるかもしれない。報告いたします。金が1360。これ混乱がはまる可能性あるな。来てくれれば混乱、混乱来てる。成功率 60%。 よし、そう、順頼むぞ。でこの陳竜に小生の輝きがあるということなので、曹操がその小生を見つけてもらおう。この戦争中ではありますけど、よし、呂布の混乱に成功したな。だは、何も得るものがなかったか。いい、地域怪獣など後で構わん。聞いてください。よし、そしたらここで呂布を打ち取りましょう。で兵糧売、兵糧は売却します。造作もありませんな。で出撃、出陣、そうそう、で2000、これを出す。これで呂布の補給線を断ちます。ちょっと待ってね、これでもちょっと危険だよな。ちょっと遠回りしたい。全力を尽くせ。あとは金がどうなってる？金が2000あるか。とはいえ破壊工作ぐらいしかないのであれば、ここは人材探索、人流、小生の輝きを信じよう。女の色気で向かいます。陳竜の守りを固めなきゃいけないからね。それがよく分かった。東卓軍が来る前に呂布を壊滅させるぞ。聞いてください。さて、まずは決済提案。混乱系があれば OK だ。呂布隊を混乱させて一気にこれを壊滅させる。なんとかつなぎ止められそうですね、命が。で計略、いや人材だな。探索、人類、小生の輝き、それを信じる。陳宮に任せましょう。では向かうとしよう。で曹操自体は呂布の後輩をつきましょう。たやすいことだ。混乱は失敗に終わったが、今や呂布軍の補給線を断つことができる。呂布、いや、董卓がやってくる前に潰さないと。小生の輝き、何者かが潜んでいるって、陳宮さ、そこまで分かっててさ、しっかり見つけるまで帰ってくるなよなって言いたいですよね。さて、では決済いきましょう。混乱させたいんだ、混乱。混乱はない。
いや、ここはなんとこのまま両二人を壊滅させたいものの、一旦なんだ曹操は入城させる、今度東卓軍が迫ってるので、この東卓軍をなんとかしなきゃいけないから足止めがあればいいな。東卓の足止めができればいい。足止めはない、ないか。では探索。そうだなあ、まあここは加工トンに任せよう。しっかりね、対応してもらいます。金213、金300、いや金だけでも十分必要だな。これやっていこう今後。よし、利益でしたら。あんな近くに陣を築かれるのか、まあ致し方ないな。まあ一旦なんとか命はつなぎ止めてね。いやもうこれは積極的にやっていった方がいいね、探索に関しては。というわけで探索はゴリゴリやるにせよだ。一旦命はつなぎ止めたとはいえ、東卓軍1万7000が関東の北部に陣を構えていて、陳留には5000しか兵がいない。この状況をどう打開していくかだな。まあ、とりあえず陳留の近くに弓矢倉とかを設置して敵の攻撃に備えましょうっていうところからですかね。出陣していきましょう。そうそう、核力の陣で出ておいて。そうだな、この辺り、いやどこだったら作れんだ。建設はある程度外に行かないとできないんだな。建設、ユニアグラジン、いやー微妙だな。ちょっとジンをあるいは弓矢倉、いずれにしても建設するにも試行錯誤が必要ですね。はい、というわけで、まあ、ちょっと一旦死にましたけども、やり直しで命はつなぎ止めたので、これをやり直しでね、ちょっと続きをやっていきたいと思いますので、皆さんの応援よろしくお願いいたします。はい、最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想や、あとアドバイスですね、いただければ嬉しいなと思います。それと、チャンネル登録とツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。